Nu. どうするかの。ソリドレスキック。行くわよ。あら、もう終わり？
降り注げ癒しの雨よ。我らの勝利だ。成敗してくれる。今こそ癒しの雨を。はい。
成敗してくれる。燃えてきたわ。炎よ、燃え上がれ。受けてみよう。うん、さあ食らうがよい。なんだこの感覚。あれほどの大惨事の後じゃ、シャール女王の安否を確かめ、皆の者は城下町の様子を見てきてくれんか。ん？どうしたカミュ、ひどい顔色じゃが。いえ、俺なら平気です。マジ、いや無理するでない。記憶も。すみませんローさん。お主、
顔を上げなされシャール殿。うん、ロー様、久しぶり。よかった、大樹が落ち、闇が世界を覆い、黄金。それじゃシャール殿、数週間ほど前からこの病にか体が、原因も治療法もわからないこの他の国に助けを求めようにも、病と共に現れた巨大な黄金の病を調べていた友人として彼女を解放しようと試みましたが、なんとそのよ、ありがとうございます。城のも黄金病、ロー様たち。詳しくは分からんが、シャール殿が言うにはな。おお、そこ行くご婦人。なんだいお前さんたちは。あ、ちょっとお待ち。俺のこと。はあ、そんな、ちょっとおばあちゃん。なんてこと、これが黄金病だというの。ちょっとどうした、カミュ、声を聞きつけ来てみれば。まず、お主カミュのことを知っておるのか。なんとカミュのことをお話。大丈夫
Thank you.
よく来てくださいました、カミュ。5年前、かつてこのクレイモランの城下町は北海で活動するバイキン、カミュ。当時君は俺が盗賊神の出自は我らデルカダール王国がいくら調べても謎だった。いえ、生まれに関しては何とも。それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹は、実際ある日彼の妹が亡くなったという知らせを受け、その日を境に彼もまた神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り、やめてくれ。しばらく一人にしてください。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、すみません。あいつらはまさか。港に接近する船を見たか。先ほどの叫び声といい、ただごとではないぞ。神、
ほら野郎ども、気合い入れて運べ。キラゴルこの魔物たち、うん、貴様お頭だか。キラゴルド様、よいしょ。やろうどもいくぞ。受けてみよう、うん、あったからよかせ。せへい。えいさほあったからよかせ。頑張ってるかしら。あら、いや、きくよ。オーテンラザン。受けてみよう。うん、撃ちです。それあったからよかせ。一寸突き。えいさほうっ。っくだけちゅよみえ、かえれ。諦めるな。さあ、行きましょう。
しまったあれよ。カミュちゃん。わからんだ。もうだったら取り。